予定通り春日一番と一緒にいるわ。いいじゃない、結果往来なんだし。なんなら当初の計画よりも信頼は得られてるわよ。おーい、どうだちーちゃん。分かってる、じゃあもう切るわよ。ここよここ。お腹空いちゃった。晩ご飯は何？思い残しは果たせましたか、かつての思い人ユミさんでしたね。彼女にはハワイで挙式する夢があったとか。せめて片身の指輪だけでも憧れの場に届けてやりたい。あなたが今回の任務を受けた当初の動機はそれだ。ああ、動画は音が命。桐生さんには生命線の録音係をお願いします。ガンマイクっていうのか、強そうな名前じゃねえか。春日、お前の魂乗せた声、俺が全部受け止めてやる。どうも。桐生さんって案外お茶目だね。いや、あれはマジの目だ。あんな顔して録音する人初めて見るぜ。まあ本人が気合入ってるなら問題ね。ちょっとおい、あ、何二人だけで分かった感じになってんだよ。どういうことだ？おお、悪いな。どういうことかっつうとだな、こういうこったい。おお、本当は見せびらかすようなもんじゃねえが、ちょっとでも茜さんに近づくためだ。仕方ねえ。どうだい、こいつはインパクト的に。ギャラリーは正直だぜ。ああ、インパクトバッチリだ。よっしゃ、じゃあ撮影始めるか。お初にお目にかかります。手前、小国と発しまするはジャパンの東京、カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のためはるばる海越え国越えてやってきました、ホノルルシティ。以後お見知りおきの上、強行万端よろしくお頼み申します。ふん、古いの知ってやがる。おい、カンペ無視して好き勝手喋んなよ。ダグ、せっかく作ったのに。いいんじゃない、こっちの方がバズりそう。さて、背中の流魚が申します通り、私元極道の半端者、母を訪ねる道すがら、さしてがましくもハワイをご案内いたしましょう。名付けてジャパニーズヤクザ in ハワイ。で、最初に出会ったのは観光客狙いの強盗でしたからね。は？その張本人がこちらの富澤君でございます。おい、ちょっと待て、その紹介はまずいだろって。日本語は話せるわ、読み書きもできるわってんで、うっかり彼のタクシーを選んじまって。でも今はこの通り、すっかりダチになって行動を共にしてます。さすがハワイ、強盗までもあったかい、まさに南国気質だ。うん、え、出てな、なんだ。あ、め、うん、ようこそ僕らの島へ。ポッ、化け物。
揃ってんな。素敵な場所ね。目移りしちまうな。お、僕どうしたの。こぼして汚れちゃった。任せといて。はー、ほっ、それ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 、よっと、はい、きれいきれいきれいになーれ、じゃーん。わー、ほら、きれいになったよ。わー、すごい。お掃除、お掃除。あ、そうだ。一丁上がり。クレイジー。ゲームエクストリーム。スーパークラッシュタンバリー。マイドリー。やっほー。車に気をつけて渡れねえと体が持たねえな。調子出てきたぞ。よし、決めに行くよ。おうよ。踊ってくださる？喜んで。ビビってんのか。手加減はなしだ。おしまいだ。相手してあげる。ぶちかま。一緒にやる。あれ、行くぜ行くぜ。ほらよっと。ん、頑丈の次は病か。ここのアジトはバレたと考えるべきだな。春日さん、後ろからも。お初にお目にかかります。手前、小国と発しまするはジャパンの東京、カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番。人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のため。ハワイ、エンジョイしてんな。けどまあ、そんなことはどうでもいい。俺の目的はそっちの男だ。お会いできて光栄だ、桐生一馬さん。ああ、あんたにはそれが今から訪れる。楽しませてくれよ、桐生一馬。てめえ見てると色つくんだって気がね。まだくたばれ。いけるか。おうよ。この拳受けてみやがれ。ぶちかま。受けてみな。命を大事に。これで。すまない、調子がいいぜ。行くぜ。やっ、任せといて。もっと俺を楽しませてくれよ。さすがは伝説の極道だと言いたかったんだがな。やり合って逆に確信が揺らいじまった。お前本当に桐生一馬か。これがあの堂島の竜。今回の任務にあたっては
アメリカ政府の目を引かずに済ませたいんですよ。彼らはハワイに常駐してますが。俺の上司で花輪だ。偽名だけどな。随分でっき。カムフラージュしてるのか。それにおそらくここだけじゃなく場所も候補がいくつかある。警察も手を焼くわけだ。Pardon the delay. Please enjoy yourselves tonight.Ms. Fujinomiya, we've been expecting you. Thanks. Uhyo, mokete yagan na. Mieteru ka? Bacchiri desu. Sasuga daidoji ippa. Maji de 007 mite da. Kore kara tatemono ni hairu.電波が悪くなってきたらすぐに行ってくれ。了解です。気をつけてください。キリュウさん、みんなも伝えとくよ。よし、早速入るぞ。落ち着かねえなこの格好。俺靴下嫌いなんだよ。サンダルに履き替えて。何言ってんのよ、ジャケットしてよ。 Right this way, Ms. Fujinomiya. Thank you.じゃ、行きましょう。エスコートお願いできます？喜んで。何それかっこいい。俺は？俺何役？さあね、召使いとか。はあ、なんだよそれ。想像してたのと随分違うな。いや、間違いなくここは超 VIP 向けだよ。見て。あれはビスケットっていうチップの一種。あれ1枚で1000万円くらいかな。 1000? マジかよ。カスカ、見えたか？はい、本当が接近しそうな人間は見当たりそうですか。バカ勝ちしてる客とか探してみる。 Hey, handsome. ちょっと、キリュウさん、どこを見てるんですか？お前のために良かれと思ってな。なんすかそれ、余裕っすね。ようこそ涅槃騎士へ。いつもご実家にはお世話になっております。富士宮千歳様。
それにカメラの向こうの春日一番さん見えてますか？我々は茜さんを探している。彼女の居場所をご存知でしたら教えていただきたい。当然お礼は差し上げます。あいにく知らねえんで。ま、知ってても教えねえけどな。その言葉が本当かどうか試してみるとしましょう。给他留张嘴说话，除了春日都杀了，不二宫的女儿也是。啊？なんつった？聞くまでもねえって。みんな気合い入れろよ。お前らはどうやら見込み違いだったみてえだな。これでやっと落ち着いて話せるな。你小子難道是老板那边的奸细？你已经背叛了的事很快就会传到老板手下的耳朵里，接下来就由我来举火为号吧。举火什么意思？おい、俺らにも分かる言葉で話せ。誓死效忠，誓死效忠，誓死！ここ、やっぱり高いフロアだったよな。何が起きたんだよ、今。あいつは何したんだ。どういうことだよ。おい、さっき中国語であいつなんて言ってたんだ。私のオーナーへの裏切りはすぐに知れ渡ると。飛び降りたのはオーナーからの監視役、他には
のろしをあげると言っていた。そして外へ。のろし？じゃあさっきの飛び降りが裏切りを知らせる合図。息子が危ない。私の息子が。何？快联系我儿子在的那个房间，让人收好，谁也别放出来。そいつらの手をほどけ。息子に護衛を向かわせる。は、でもよくわからねえが言う通りにしてやってくれ。緊急事態らしい。あ、エイちゃん。春日さん、ネットでニュースになってますよ。何があったんです？涅槃岸の上の春日。悪い、エイちゃん。後でかけ直す。警官が戻ってくぞ。これってどういうこと？この先ここで起きること、警察は見てなかったって言いたいんだ。くそ、こいつらみんなオーナーのスパイだったのか。任せといて。この野郎。おい、本当？貴様、ちーちゃん、足を縛って血を止めねえと。うん、待ってて、何かあったと思う。オーナーの正体はな、ブライスだ。え、ブライスって？ハワイの教団、パレカナの教祖だ。彼がばあさんを探せと。教祖って？嘘だろ。じゃああの人が？パレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それがなんで茜さんを捕まえようとすんだ。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時に、その手を取ったのは茜さんだけだった。桐生さん、この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。その先にちゃんと光はあるって、誰かが教えてやらねえと。あいつら私の部下ではなさそうだが。おい、ウォン父さんよ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって？痛えだろ。もう出てきちゃえよ。逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こう暗いとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。
なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ？まさか。どうだ？これで明るくなったろ。弾も取れて一石二鳥。くそ。寒い。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ。キルさん。急げ！火の手が早い！よかった。ここなら一息。ほら、いたじゃないか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしてもここからどうやって。心配すんなよちいちゃん、大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ本気出さないと、いよいよ死ぬぜ桐生一馬。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。ぶっ潰したろ。お前後悔するなよ。あ、なんか上から落ちてきたよ。木が燃え落ちたみたいだな。うまく使えるかもしれねえ。よろしく。よし、撮影するぞ。待ってました。はい、アクション。よし。手加減はなしだ。大丈夫ですか、桐生さん。ああ、だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。なら本当はここに置いてかない？私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む、助けてくれ。そうしていいのは山々なんだけどよ。頼みの綱と言ったら。来た、避けろみんな。早く乗れ。よし、警戒してくれ。ほら、あっ、痛くって場合じゃねえぞ。運転はお前がやる、ちとせ。はい。島の竜がなんてざまだ。キリュウさん、キリュウさん、来るな、行け。俺らがみんなここでやられたら
茜さんたちを誰が守る。千歳、車出せ。ダメだ、待て。俺は大丈夫だ、行け。キルさん。春日にも逃げられて残ったのは死にかけの化石だけか。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。キリュウさんのスマホ電源を切られてるんです。 GPS で位置を突き止められないように。そういうことです。とりあえず落ち着きませんか、春日さん。ああ悪い。もしもし春日。よ、俺だ、俺足立さんか。アロハってか。今どこにいると思う。いや、せっかく電話くれたのに悪いんだけど、それどころじゃねえんだよ。ああ、やっぱりな。なんかそんな気がしてたんだ。ん？お前今どこにいるんだ、春日。力になるぜ。すぐ迎えに来い。俺ら空港を出るとこだ。空港ってハワイの？おうよ、俺もいるぜ、一番頼れる親友、難波さんだ。なんだよ、どうなってんだ。俺らも仕事なくて暇してたろ。だから初海外で困ってるであろうお前を助けに来てやったってわけだ。ありがてえ。早速二人の助けがいるんだ、お急ぎでな。そう来なくっちゃな。空港にいるんだったな。じゃあビーチの入り口あたりで落ち合えるか。せっかくハワイに来たとこ悪いんだけど、相手はまた日本のヤクザだ。そいつらからキリュウさんを救い出す。なんだそりゃ。二人のおかげで光が見えてきた。じゃあ後でな。援軍の到着だ。これでキリュウさんを助けに行ける。そんなにすげえ奴らなのか。私たちより俺の仲間はみんな最高だよ。とにかく動こう、話は後だ。よう、一番。ナンバ、足立さん、待たせたな。本当に来てくれたんだな。なんかすげえ久々に会った気がするぜ、うん、おいおい、そんなに時間経ってねえぞ。どんだけいろいろあったんだ。そちらのお二人さんは。お、ああ紹介するよ。ちえちゃんにトミーだ。どうも。ハワイのギャングとやり合ってるうちに仲間になったよ。どうも。なるほど、君らがハワイの新パーティーってわけか。しかしギャングだなんだって、お前なんでおふくろさんに会いに来ただけでそんなことになるのかね。話すと長くなるんだけど。どっから話す。俺の生い立ちから行くか。なあ、それはちょいと長くなりそうだからまた今度な。あ、そう。キリュウさんが敵に捕まっちまっててよ。何？ちょっと状況を説明させてくれ。ああ、ごめんなさいね、ついて早々に。なーに、こいつに振り回されるのには慣れてるんだな。あ、もうさっきも言ったけど俺たちは暇だからよ。春日の頼みだ、いくらでも振り回してもらって構わねえぜ。なあ、俺の仲間は最高だろ。本当ね。よろしく。
一番には振り回されっぱなしでさ。気合い入れてこぜ。おいよ。おう。了解。よっしゃ。行こうぜ。病の根城に正面突破だ。大した作戦だ。嫌いじゃねえってんだろ。そういうこった。負けないぜ。くらいな。頑張りますか。必殺。私の出番ね。決めに行くよ。うっしゃ。踊ってくださる？喜んで。出番が来たな。ぶちかま。私もガツンと行くぜ。やるのかよ。くらえ。相手してあげる。何ここ。潰れかけのキャバレーつうか。足立さん、ナンバ。あいつが病だ。そうらしいな。まあしかしなんつう罵声感だよ。よくここまで来たな。ご苦労なこった。桐生さんはどこだ。ここにいると思ったから来たんだろ。無事なんだろうな。さあな。なんだと。おや、富澤君もお越しだったか。のこのこ面見せるとは大した度胸じゃねえか。それとも俺がなめられてるのかな。オタクんとかいい教育方針でやってるみてえだな。桐生の腰巾着が一発の口聞きやがる。少しは期待してもいいねえ。楽しんでいけや。ねえ、もうな、放っておいてな。そうよ、あんなの意地悪。すぐ終わるかね。しっ、うらに囲まれてお出迎えか。余裕しゃくしゃくだな。ここは病のねじろだ。俺たちは完全にアウェイ。
予想こういうのは桐生に期待してたんだよな。おいおら早く来いや。何来ないの。ほらしゃっきりして。さあ行くぜ。いい豆引けました。待ってました。コーヒーお待たせしました。何が頑張りますか。よしこっち見ろよ。決殺当たれ。よしまだまだやろうぜ。覚悟。ふっ。行くぜ。あっ。はい。ああ。へばってんじゃねえ。一番ブレンド召し上がれ。ありがとう。出番が来たな。何？来ない。見さらせ。当たれ。こっからだろうが。調子がいいぜ。もう一遍だけ言うぞ。キリュウさんはどこにいる。知らねえっつったらどうする。なあ。俺が力ずくで聞き出しますよ病。トミー、やめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。お客が来た。キリュウさん。大きな声出すな。寝返しといてやれ。あんたらキリュウさんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすねキルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。ああ、けど
病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。いや、病。病。あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできるや。あ、キリュウさんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。死体の首取っとって何の看板にもなれやしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああ、まったくだ。私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前いたぞ、あのガキだ。捕まえろ、絶対に逃がすな。よせ、おい、よせ。その子に手出すな。大丈夫です。ここは安全ですから。春日、任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしれない。怖がる？桐生さんがですか？ああ、自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。わかった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。春日、みんな。はい。さんとラニを見つけたら俺にも知らせてくれ。もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。大事にしてください。ああ。じゃあまたな、一番。ああ、いや、ちょっと待った。一ついいか。あ、うん。お前、
ハワイ来た途端ちいちゃんなんか捕まえやがって。さっちゃんのことはもういいのかこの野郎。そんなんじゃねえって。ちいちゃん下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞちいちゃん。はったく、せっかくハワイ来てくれたのにこんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃ頼んだぜナンバー。おう、それじゃあな。道島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね一番ね。けどやってみせるさ。